やー、家入りました。ついにホームレス卒業です。月がちょうど出てきたけど、こういう感じです。まあ全然綺麗。私ちょっとビール飲んでましたね。なかなかいい眺めじゃないですか。これは900ドルですね。1日30ドルって言われました。まあでも悪くない。ちょっと物がもういろいろごちゃごちゃで、洗濯物すごいんですよ。3日ぐらい車にいたからね。なんか入った瞬間はやっぱりめっちゃ砂っぽくて、もう俺めっちゃ掃除したんですよ。なんでかっていうと、めっちゃそっからこう風が強くて、でベランダがすごい砂だらけだったんで、私掃除しました。だいぶ綺麗になった方。ここにね、掃除機かけたもんね。こっちも掃除機あったからね、リビングに。それでまあもちろんこっちもやって、今ね、オーナーの女性の方は遊びに行くというので出かけていきました。実はここに、これリビングなんですけど、ここに住んでらっしゃるみたいですね。いい感じにビールとかね、ちょっと俺もう入れました。すごいな、誰なんて。そして、まあ、もう一人ここにいるみたいなんです。なんか11時まで入らないように、鉄アレイとかちょっと置いてあってですね、トイレが使えない状態です。もうシャワー浴びたいんだけどね、2日ぐらい頭洗ってないから入れないんですよ、まだ。これなんか、なんで最初から敷いてありましたね、こうやって。なんかね、綺麗なのかな、よくわからないんだよね。でもまあデスクがあるなんていいですね。いやー、持ってきてよかったなー、こいつ。やっぱりなんかもうペットみたいになってきたんですよね、この絵。でもやっぱだいたいコンクリのレンガ積み、ブロック積みでね、これ天井にめっちゃ近いんだ。網戸がテープで止まってる。これね、収納ね、まあちょっと俺の服だいぶ入れさせてもらいます。こっち側がオーナーがね、なんか占拠しててね、普通になんかなんか大事なものじゃないのかな、これ。こういう大丈夫かな、これ。これが私が借りた部屋になんか置いてありますね。テレビもあるね、ちっちゃいね。なんかかっこいいジャケットですね。これハワイではいらないやつだな。まあいいか。料理のコンロですね。初めて見ました。これまあ電気で、これね、熱くなったらこんな真っ赤になるんだけど、ボタンですね。これがハイで今やってます。2番3番ロー。これなんだこれ、WM ワームかなと。オフですね。ボタン式です。初めて見ました。クラシック。これはね、オーブンはね使っちゃダメって罰されてますね。
アパートの、まあ、エントランスに入るときは鍵がいりますね。こういうドアが鍵開けて金網のところ入ってで、また部屋の鍵っていうね。で、また自分の部屋にも鍵があるんですけど、まあ俺はかけてないです今のところ。洗濯は1階にこういう風な、ここも鍵かかってるんですけど、また開けてね。まあみんなで使う洗濯場ですね。これとこれは洗濯機で、こっち2個は乾燥機になってます。これが1ドル50セントなんで、まあコインランドリーよりは全然安いですかね。でもね、本当はね、25セントにこれさ、両替するところもなくて、もちろんで、コインなんてこれね、まあ25セントなんて、まあお店とかだいたいカードだから、銀行まで行ってわざわざ両替してきましたね。なんかこういうところはまだ遅れてるよね。ノーマルでプレススタート、32分です。これが終わったらこっちの乾燥機に入れたいと思います。まあ両方とも32分と26分で回ってます。60なったら62、うん、したら、うん、あの全部電気代全部合わせて、うん、25,250ドルくらい。250ドル、すごい。でこれちゃんと見てていいよ、うん、見てて違うある時、うん、見てなさい。すごい。私の歴史なんですよ。へえ。というと、あの私の係は賛美なんですよ。はいはいはい。だからこれとともに賛美で、あのまあ転倒する、でも私の経験ですよ、これ。すごい。いろいろハワイで15年。うん。見ていいの？もちろんもちろん。ありがとうございます。8時です。今日は天気悪いんですけど、もうおばちゃんに連れてってもらって教会に行くそうです。日曜日に。ああ、雨がね。なんか持ちます？大丈夫です。いっぱい、なんかいっぱい持ってて、だからもうあのなんだっけ、出るでしょ。はいはい、早起き。どうぞ後ろ座ってください。はい、まあ、いちごさんピックアップして、はい、だからあの8時に、ほんとうちからはもう10分前でもいいのよね、うん、この方ピックアップするから、はい、ちょっと早めに行っちゃうんです。地球がバンクなってるじゃないですか。はい、おかしいでしょ。はいはい。だからもう全世界の気候がね、おかしくなるのよ。すごい今年寒いと思う。なんかエンジンのライトついてますね。ライトついてる？え、じゃあなんかその火でサービスエンジン。ああああああ。知ってる。これ古いからしょうがないみたいですよ。あ、そうなんだ。ある方は曲がりくねった道を歩んでいる方もいるかもしれません。ある方は今ストップしている方もいるかもしれません。ある方は後ろに後ろにバックに進んでいるような、そんな感覚を持っている方もいるかもしれません。でも全ての道にあなたの神はいてくださるんです。神
神が共にいてくださる道は全て神様の計画の道です。もし人生後退していると思ってもそれもまた神にあって前進です。私たちは確かに導かれています。神様の道がこれから示されていきます。その道に歩んでいくことができるように、お一人お一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ジップヌードル、ちょっと皆さんのも撮らせてください。これなんだっけ、チキンロングライス、チキンどんロングライス、あ、ロングライス、これがポルチギ、ポルチギビーンソース、辛くしていただきます。